皆さんこんにちは、写真家の井上です。今回の写真表現ゼミでは ND フィルター、センサーに届く光の量を減らすためのフィルターを使った撮影のお話をしたいと思います。どうしてセンサーにはいっぱい光が入る方がいいでしょう、高いレンズは明るいよね、もったいないなんて思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしながらシーンによっては現行センサーに届く光を減らしたい時だってあるのです。今回は現行したいという場面がどのようなところにあるのかという観点から見ていきましょう。一つ目、長時間シャッターを開けたいとき、川の流れをいかに捉えるのか。現行センサーに届く光を減らしたい一つ目のケースを見ていきましょう。こちらの写真はスマートフォンで川を撮影していた時のものです。シャッター速度は2000分の1秒でした。大きくトリミングをしていて荒い写真になっていますが、川の水の流れがバッチリ写し止められています。でもなんだかこう色気がないというか、なんと言うんでしょうね、落ち着きがないというか、まあ良くない言葉で言えばつまらない写真なわけですね。こんな時にやってみたいのが、現行させてシャッター速度を遅くして流れる水を写真の中でも流すという表現です。レンズが取り込む光の量を減らす現行フィルターのうち、光量を1/32、段数で言うと絞り相当5段分になる ND32 を使って撮影をしてみました。 ND フィルターを使う前に比べて取り込む光の量が大きく減るので、その分暗く映ってしまいます。明るく映すためにシャッター速度を長くして、この時は 1.3 秒としました。いかがでしょうか。川の岩やその上に積もった雪はしっかりと止まっているのに対して、川の水が流れていることを感じていただけると思います。現行センサーに届く光の量を減らすことで、シャッター速度を遅くして長い時間シャッターを開けた撮影をすることで、普通に撮るとピタッと止まって見えてしまう被写体をブレ、残像の流れとして動かすという表現ができるようになるのです。こちらは我が家の近くにある一本桜、そろそろ咲きそうです。手前の水面は水田に水を供するための調整池です。冷たい雪解け水がここで一旦適温まで温められてから各水田へと流れていきます。問題はこの池に大量の雪解け水が流れ込み続けているという点です。普通にシャッターを切ると水面が動いていて波が映ってしまいます。今見ているのがその様子。またここはよく風が吹き抜けるところで、そのせいでも水面がいつもざわざわしているのです。この写真、水面がこう波立っているのが見えますよね。でこんな時にやってみたいのが、現行させてシャッター速度を遅くしてざわざわする水面を写真の中でピタッと落ち着けるという表現です。実際に見てみましょう。 ND1000、 光の量を1000分の1に減じる ND フィルターを使ってシャッター速度を13秒としてみました。いかがでしょう。ざわざわしていた水面がだいぶ落ち着いて見えてくると思います。現行センサーに届く光の量を減らすことでシャッター速度を遅くして、その結果としてブレ、残像としてね、こう波の部分が平均化されて、かえって動きが見えなくなるという表現ができるようになるのです。これはこの前に紹介した川でブレによって動きを見せるという表現とは逆の発想ということができるでしょう。2つ目、メカシャッターの壁を乗り越えるためにというシーンを見てみましょう。メカシャッターを使った高速シャッターの限界速度はカメラのボディにもよりますが、今日のカメラでは4000分の1秒とか8000分の1秒あたりにあります。この写真、冬の終わりの頃の雪原でキタキツネに会った時の1枚です。この時手にしていたカメラのメカシャッターの最高速度は8000分の1秒だったんですね。ラッキーなことにかなりの近距離で撮影ができそうな個体です。慌てて 50mmF1.4 のレンズに付け替えて撮影していたのですが、困ったことが起きてしまいました。この時手にしていたカメラのメカシャッターの最高速度は8000分の1秒でした。電子シャッターで撮影すればもっともっと速いシャッター速度が実現するのですが、不意にキタキツネがこうグッと動いてしまうとね、電子シャッターで撮ってるとキタキツネがこうこんにゃくのように歪むんですね。メカシャッターで撮ってるとそれが少ないわけです。綺麗に形が残るんですね。シャッター速度が8000分の1秒です。雲間から太陽が出てくると辺りが眩しすぎて白飛びしてしまうのです。もっと本当は速いシャッター速度で撮りたかったんですね。
シャッター速度8000分の1秒が最高速のこのカメラでこれですから、最高シャッター速度が4000分の1秒ぐらいのカメラであれば、もっと真っ白になってしまったかもしれません。この時に撮影していたデータをロー現像してみると、背景の雰囲気がいまいちなんですね。これはファインダーの中が眩しいために真っ白になっていて、背景となる雪原と空の境界もよく見えなかったことに加えて、雲間から見える青空部分を背景にうまく捉えることができなかったために、なんかこんなね残念な感じになっています。ちょっとね後ろの方も白く飛びがちになってますよね。まあこれはこれで悪くはないのですけども、光を減じる ND フィルターを使ってみるのです。現行レンズを通してセンサーに届く光を減らしたいケースがここにあるのです。この時は ND8 を使いました。 ND8 は光の量を8分の1に減じるフィルターです。そのおかげでファインダーの中で見える背景の雪原と空の境界を見分けることができるようになったり、青空の位置を判別しやすくなったりしたんですね。絞り値やシャッター速度は先ほどの ND フィルターなしの時と同じですが、ND フィルターを装着したためにこの時は取り込む光の量が減っているので、感度が ISO 500まで上がっていることを確認できると思います。こうやって撮影されたローデータからこのシーンを現像していくとこんな感じ。この時使用していたカメラでは ISO 500程度で撮影されたローデータの暗い部分をガンガン持ち上げてもノイズはそう大きく出ることはないですから、仕上げがしやすくなるんですね。3つ目、写真と映像撮影の狭間を行くシーンでということで、ダイヤモンドダストの写真を見てみましょう。ちょっとかっこいい雰囲気の1枚が撮れてます。そうなると次にやっておきたくなるのが映像の記録なんですね。ここでこの写真のシャッター速度を見てみてください。1250分の1秒です。写真を撮るだけならこれで問題ないのですが、映像を撮るとなると話は別です。映像の撮影では1250分の1秒というシャッター速度では早すぎで、より自然な見栄えにするために30分の1秒、60分の1秒、早くとも125分の1秒あたりで撮るのが一般的です。ではシャッター速度をこのまま動画撮影のためのシャッター速度、このね125分の1秒より遅いようなシャッター速度にしたらどうなるのでしょうか。1250分の1秒でちょうど良かった露出ですが、10倍近い露光時間となってしまうと真っ白に飛んでしまうことはもう想像に難くはないですよね。もちろん F22 あたりまでがっつりとこう絞ってしまえば撮影できないことはないのですが、そうすると空気中を舞う氷の光ぼけが小さくなってしまって、今見てるような感じには映像で映らなくなってしまうんですね。井上はこの時 F8 で映像を撮りたかったのです。そう、こういったシーンにおいても現行レンズを通してセンサーに届く光を減らしたいので ND フィルターを使うことになります。実際に ND フィルターを装着した時とそうでない時の映り方を見てみましょう。今 ND の8で125分の1 F8 ここから ND を取る、こんな感じ。同じシーンでも写真と映像を撮るときには異なるシャッター速度を使うことがあります。その時に同じような映り方で見せるためには ND フィルター、現行をするフィルターが必要になることがあるんです。4つ目、ここからは井上のおすすめの ND フィルターについてお話をしましょう。井上が初めて使った ND フィルターは丸型のねじ込み式、これです、ね、結構ねこれ簡単な仕組みで、レンズの前に装着してレンズの前に合わせて、でネジでぐるぐる回していくっていう方式のもの、これを使ってました。まあ簡単ですよね。確かにこれはね、ちょうどね今から10年ぐらい前に今日紹介する西フィルターっていうねフィルターのメーカーが日本市場に乗り込んできた時に声をかけてもらって使ってみてと言われたのが、こういうね角型のフィルターでした。角型のフィルターってね、こういう四角いフィルター見えるこの、ね、このフィルターを使うようになったのね。でこのフィルターはこういうホルダーに差し込んで、
そしてレンズの前に装着して使うというものだったんですね。で最初はなんかかっこよくて嬉しくて使っていたんですけども、でもねなんかね取り扱いが面倒だったり、そしてね落としてパリンと割りそうでしょ。例えばさ、ほらこういうやつとか入れるのよ、こういうガラスね、見えるこれ、上の方が暗くて下の方が明るいってやつ ね、こんなの持って歩くの嫌じゃないですか、ね、実際僕もね何度かね割ってしまっているんですよ。困ったなと思っていて、またねじ込み式の丸型に戻ったりしてたんですね。ただねそうすると今度ねここねこうくる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 回すのが面倒だったりするわけですよ、付け替える時にね。このレンズは82ミリの直径だからこれはそのままくっつくわけだけど、今度ねもし77ミリのレンズを持ってきたらね、この77ミリに適合するステップアップリングといってレンズ径の異なるレンズに装着する時のアダプターリングみたいなのがあってね、ここにこう取り付けてさ、これをこうぐるぐる回して回してでレンズにつけるってことをしなきゃいけない。やってるとさ、今度さこのアダプトするためのステップアップリングとフィルターがこう離れなくなっちゃったりするんだよ、噛んで。もうねめんどくさくて、そんな井上のもとに舞い込んできたのが西フィルターの Swift FSND フィルターでした。この Swift FSND フィルターの魅力を4つの角度から見ていきたいと思います。まず1つ目がその経済性、複数のレンズで使い回しができるという点を挙げることができると思います。67mm、72mm、77mm、82mm という代表的なレンズ径に適合するステップアップリングが同梱されているので、レンズごとにフィルターを用意する必要がありません。これは装備の軽量化にもつながります。まあこれは一般的なことで、大きな魅力とまでは言えないかもしれませんが、最大の特徴はこの次にあります。このフィルターの最大の特徴といえるのがレンズへの装着方法。ねじ込み式ではなく押し込み式です。レンズの前の部分にこうやってフィルターをギューッと押し込むだけでしっかりと装着できます。そのおかげで素早い脱着が可能になるんです。取りたければこうやってすぐ取れるし、装着したければギュッと押し込むだけ。これ便利でしょね。ほら取ることもできるし、ギュッと押し込んですぐつけることもできるね。で結構ねほら想像以上にしっかりと保持されてるわけですよ。全然大丈夫でしょ、振り回しブンってやってもね、これレンズが飛んできそうだよね。で振り回したぐらいじゃ落ちることは全然ありません。ねじ込み式のフィルターで起きがちだった些細な嫌なことの一つに、ステップアップリングにフィルターが噛んで外れなくなってしまうということがねあると先ほどもお話ししたのですが、この些細なトラブルで撮影現場でもたもたしちゃうんですよ。それがこの FND フィルターだったらそんな問題は起きないわけなんですね。脱着が容易になるわけです。それに加えて地味なことなのですが、 ND フィルターの濃度ごとにフレームが色分けされているので、ケースからすぐに目的の濃度の ND フィルターを取り出すことができて便利です。では次に機能性を見てみましょう。 ND フィルターを使う時の悩みの一つに、安価な ND フィルターを使うと緑または赤方向に色かぶりが出て、デジタル現像の時に色かぶりを補正するのがとても面倒だということがあります。これは濃度が高い ND フィルターになればなるほど顕著です。この FSND フィルターを使ってみると色かぶりは極めて少ないので、いつもと同じ色合いで撮影したり、デジタル現像の時に緑と赤の間を行き来するという機会が激減します。これはね、楽です。では最後に拡張性を見てみましょう。今回ご紹介しているフィルターのセットである Swift FSND キット、これには風景写真の撮影で使いがちな ND8、64、1000の3枚のフィルターが同梱されています。これは2枚重ねで使うこともできるんですね。例えばこの ND8 と ND1000 を重ねて使いたいという時にはね、こうやってすぐこうギュッと重ねれば使えるようになるわけですよ。 8×1000 で ND8000 として使うこともできます。また Swift の FSND フィルターはこのキットに同梱されているこれらの3枚に加えて ND16 も別売りされてますから、 ND16 の方が使いやすいという人はね、それを別に購入して使うこともできるわけですね。そして ND フィルターのラインナップは今後さらに拡充していくとのことですから、ユーザーそれぞれのニーズに合ったフィルターになることと思います。この Swift マウントに対応した CPL フィルター、ブラックミストフィルターなど ND フィルター以外のフィルターとの組み合わせもできるので、とてもこれは便利です。
この使いやすさに加えてこの拡張性、やっと定番のフィルター群が出てきたなという印象です。今回の写真表現ゼミでは ND フィルター、レンズを通してセンサーに届ける光の量を減らすためのフィルターを使った撮影のお話をしてきました。現行光を現じることで生まれる写真表現も楽しんでいきたいものです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。